ああ、疲れた。ヤッホー。ガオケイだよ。今日はまあ、花金ということで、俺は花金あんま関係ないんけど、仕事から。でもちょっと、花金の一日という感じで。今日はね、仕事を一応終わって、編集作業ちょっとして、夜、さっき、今、夜の7時なんですけど、6時ぐらいから1時間ほど、ジムに行ってきて、久しぶりに。で、これから友達が、家に来るんで、大学の後輩なんですけど、親友がね、来るんで、そいつと一緒に、なんか、刺身と刺身の柵4種類ぐらい買って、で、米も今炊いてるんで、米炊いて、寿司を握る練習をしようっていうことで。友達と酒飲みながら、寿司職人を目指して頑張っていきたいと思います。でも、材料的にはさ、米とさ、刺身だけやん。でも刺身食べるし、米も食べるし、じゃあ、できんじゃねっていう甘い考えをさ2人でし始めて、そう、それで結果的にね、急遽先週もあったんやけど、今週また寿司握ろうっていうことでうちに来るみたいなんで、ちょっと準備しようかなと思います。準備というか、まあとりあえず風呂にだけ入ってきたいなと思います。はい。今風呂から上がりました。なんか思ったより早く友達が来るみたいなんで、もうちょっとしたら多分来ると思うんで、すぐ着替えて、台所、キッチン周りがちょっと汚れてますんで片付けます。じゃじゃーん。とりあえず頑張れ。こんぐらい？ん？結構多い。結構多いか。じゃあもうちょい少なくてみて。あ、ここぐらいもいい。ここしよう。それでいくか。うん、いいじゃないですよ。後輩は米寿司酢作りで、俺は刺身切りです。いきます。はい。これ半分やろ。はい、とりあえず。です。あ、すげえ見えますよ。なんかうちこうなんかこう切るシャリ切る感じ、こうシャッサ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 ッ、そう、じゃあ反対、こうシャッサッサッサッ、チこう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 で、こう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 、そうこういう感じで、俺は刺身をいきます。しっかりボサボサや。よし、刺身用のブリいきましょう。うん、いい感じ。シャリ、はい、一回塩を振って。若干薄かった。あ、ほんま？もうちょっと足しても全然いい。はい、余分な水分を落としていきたいと思います。お母さんがやってくれてたのか。そやな。手巻き寿司の時俺ようやっとったわ。じゃあ、え、手伝ってました。いや、ていうかこっち家でやったでしょ。ああ、全然普通に。結構凝ってる。好きなの。へえ。めんどくさいとか言ってるけど全然凝ってなかったわ。まずはブリからいきましょう。こんな感じ？こうむずいな。こうかな。しかかしかないですね。こんなもんかな。こんな感じ？あ、よし、ちょっと隠し包丁入れましょう。何個か。いや、めっちゃ見にくい。意外といいかも。ふわふわしてる。マジで？こうしようかな。
サーモンむずいかも。そう切るんですか、外に。いや、多分違う。あ、一旦寿司ネタ切り終わりで。お、ほんまやな。あ、でもちゃんとこれ薄かってん。多分ちょっと柵がな、あんまりやったわ。あとはちょっと鉄火巻きのキュウリとかをどこかな。そういうことか、このキュウリ思います。いや、それもそうやな。ケースですよね、ちょっと。いいね。どういう感じでしょうか。あ、こんな感じで。ちゃんとね、すまきも買ったね。トロタクとかもできたら。トロタク？うん。最高っすか。やばいよ。さっきメルカリで服が4万円で売りました。え、何の服？なんかブランド物のセットアップ。やばっ。いく4万。何買おうかな。いらっしゃいませ。じゃあちょっと頑張って作っていきますか。よし、まずはね、なんか酢飯を、あ、じゃあ酢水を手につけて、でネタを取りますと。俺も見よう見まねやからさ、全然できひんだけど、初めての寿司に体験。でシャリをね、15g ぐらい取るらしい。よし。よっしゃ、行くか。できんのかな。わさびつけて。ちょっとネタがでかいかもしんない。お、お待たせしました。イカ一貫です。いただきます。うまい。家でも全然できるな。ちょっともう一個、もう一個逃げるわ。お願いします。続いてそのままです。時間関係なく次はこの辺いきますか。ブリ、ブリ握りますか。ブリ握りましょう。美味しくできるかな。よし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 、オッケー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 。わさびつけて、ちょっとシャリがでかいかもしれないね。シャリでかいかも。いいじゃん。ちょっとなんかここ押さえるらしいんやけど。できました。ブリの、ブリ一貫です。この流れでいくか。よっしゃよっしゃ。続きましてイカですね。でもね、意外となんかできるかもしれんな。死んだろう。はい。意外とできるかもしれない。これ、ちょっと動画撮り終わったら、死んだろうも一緒に。あ、そうっす。やろうぜ。いや、思ったよりいけてますね。ほんま？めっちゃいい感じっすね。ちょっとネタのな、量がね、ネタじゃないわ。シャリの量がね、難しいよね。お待ちしました。イカ一貫です。ありがとうございます。マグロもいきます。この感じで。ちょっとマグロがね、ちょっと柵がなくて、形がね、あんまり良くないんやけど、ちょっといきますわ。
ャリどんなもんやろね。あんまりシャリが多分大きすぎると難しそうだからあんまつけずにいきます。いいじゃん、なってきてる。お待ちました、マグロ一貫です。楽しい。なんで半分くらいにしとこうかな。ちょっと雑やけど、まあ自宅でみんなで食べる分、俺らで食べるだけやから。キルちょっと雑にやったつもりが、あれ、もしかしてちっちゃいかも。ちっちゃいかな。それ縦にした方がいいかな。あー、でもいけるか。いけそうですね。いけそうやんね。シャリがちょっと乾燥してきた。めっちゃくっつく、ちょっと待って。俺もあんまり見たことがないからさ、うん、ちょっとできるか分からんけど、多分こんな感じだった気すんねんな。マジでこんな感じだった気すんねん。何がいい、何がいい、あれ、三種類、キュウリ、トロタク、トロタク、トロタク、ネギトロ、トロタクで、トロタクで、かしこまりました。お願いします。らっしゃせー、らっしゃせー。どうしようかな、これどうしたんやろね。とりあえずマグロですね、さっきこのマグロをちょっと真ん中に行きまして、とどういくんやろな。こんなもんかな、いい感じやな。いいな、いい感じです。いいね、いいね。米が大不安ですけど、いや、いけるいける。で、トロタクの、おお、いいじゃん、いいじゃん。いいんじゃない、どうなんやろ。で、ここで登場するの、芽ネギね。ぶち切っちゃう、ぶち切っちゃう。ちょっと目の部分落ちる、落ちる、落ちる。ちょっとにしとくか、とりあえず、うん、いいじゃん。よっしゃ、巻いていきます。巻き方あんま分かんないけど、これ端まで持っていった方がいいだろうな。うん、お願いします。いきます。え、これでいいの。はい、ちょっと待って、ギュッてしますね。ちょっと四角かな、多分ああいう、あで、ちょっと転がして反転させて、これでいいかな。いいじゃないですか。よし、こうですけど。おー嘘じゃん、マジで。ちょっと食ってん、切りますわ、ちゃんと。8になっちゃった。8になっちゃった。ちょっとやべ、乗り切れてない。あー、くっついた。あ、でもまあ、でも初心者にしては、あうん、確かに初心者にしてはいいんじゃないでしょうか。いいね、めっちゃうまそうやん。うまそう、めっちゃうまそう。調子のことしよう。いや、違ってください。あ、するタイプ。すだちの皮、皮、
できました。川原特製寿司、川原特製寿司盛り合わせ、ありがとうございます。食べていきたいと思います。うまい。うまい。うまい。イカもいきますか。うまい。あ、育ちめっちゃいい。マジっすか。うん。ブリ食いたい。ブリ。すだちください。すだち？あ、ブリすだちね。はい。なん、完璧じゃん。お兄さん2だね。あ、あるぜ。え、すだちの顔めっちゃうめえ。そんな変わります？え、全然違う、全然違う。兄さん、2だね。うんぞ。やばくね。買って正解やったかも。美味しい。ということで全然違う。大学の後輩と家で寿司作ってみたでした。また。